お堂は電撃退団、吉村本部長が経緯説明すべて一軍で試合に出す確約もない。吉村本部長は24日のオープン戦後に阿部監督が直接、二軍降格を伝えた場に立ち会った。私たちが思い描くお堂はと少し差があるので、そこをしっかり調整してくれと言った。二軍というのは私は受け入れられないと。その言葉ですねと説明。繰り返し話し合いが行われていたが、お堂の対談の意思は固かった。お堂に代わる補強についてはまだ今日のお昼の段階でそれが決まった。チームに伝えられたので吉村本部長と見通しは立っていない。賢いな、一軍確約の契約してなかったな。これに関してはお堂が 100% 悪いわ。ブライアン・アンダーソンが今ちょうどフリーだぞ。守備位置とりあえず取っておけ。お堂で枠が一つ空くな。誰を一軍に上げるか。佐々木、松原、重信がいるならお声上げても仕方ないよな。中田も泉口、湯浅と役割が被る。岸田、秋広あたりかね。お堂がいなくなっても野手一人多いのが現状。投手はほぼ確定だから野手がここから一人落ちるはず。浅野は開幕一軍確定と出てる。外国人投手4人登録はできないぞ。それも絡むとわからんとしか言えないけど、阿部がこのままで開幕一軍行きますとは言ってたんだよね。これはお堂が悪いよ。ちょっとありないわ。ご視聴ありがとうございました。